ウクライナ軍のバラノフ准将は、大砲兵戦能力でロシア軍に同等の水準にまで達したと報告。これまでにウクライナ軍がロシアの砲兵システムを破壊してきたことで、ロシア軍は前線で砲兵を活用できなくなっている、とのこと。ファーイツゾヤは砲撃力で1対10とか言われていた戦力比が、いつの間にか五分五分にまで迫ってきてるんか。バラノフ准将の発言が現在快進撃が進んでいる、ザポリージャ州方面のみ、局地的な発言なのか、それとも戦域全体を評価しての発言なのか、そのあたりはよくわからない。ただ、確かにウクライナ軍は8月に入ってから、砲兵戦でロシア軍に勝ち続けていた。バフムート戦線とかは顕著な事例だな。この砲兵戦における勝利が、どうもザポリージャ州方面の快進撃を支える、大きな要素になっているらしいんだぜ。ほうほう、少し前はこの方面、地雷原があまりにも強固で前線には専門の工作部隊を進ませなければならず、かなり時間がかかりそうなんて話が出ていたけど、何か戦い方に変化が訪れているというのかしら。毎日のように戦況も変化していくからな。西側諸国が供与した高性能な砲兵部隊、そしてウクライナ軍の効果的な運用方法が、今もなお世界最大の砲兵戦力を持つであろう、ロシアの砲兵力を上回りつつあるという状況にあるんだ。ガチですごいわね、本当に。開戦前に誰がこうなることを予測できたというのかしら。ということで今回は、ロシア砲兵戦で大敗1対10の戦力比が、いつの間にか逆転されると題し、ここ最近のロシア軍とウクライナ軍において発生している砲兵戦の状況について、また、その砲兵戦が戦況にどのような影響を与えているのかについて解説していこうかと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かったためになったとか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。2023年8月から9月に入り、今現在も両軍による苛烈な砲兵戦が展開されている場所としてはいくつかある。北東部でロシア軍が最も突出しているクピャンスク戦線、さらにはウクライナ東部、バフムート戦線と、南部ではベリカのボシルカ軸のウロジャイン近郊、オレホボトクマク軸では、ベルボベの集落のあたり、もちろん最前線のあらゆる場所で戦闘は発生しているが、8月末から9月にかけて戦線で大きな衝突が確認されるのは、代表的なところで言うとこんな感じだろうか。クピャンスクの方は、今のところまだロシア軍が主導権を握っているような感じだけど、他の戦線では基本的にウクライナ軍に主導権があるような印象でしたね。一応、あらゆる前線でロシア軍は反撃を行っているものの、今名前を挙げた全ての前線で、ロシア軍の攻撃部隊はウクライナ軍によって撃退され、目に見える前進はほとんどなかったことを、ISW はじめ多くの報道機関が報じているぜ。ザポリージャ州方面を中心に、ウクライナ軍は着実に前進できているはずなのに、ロシア軍は攻撃し返しても戦線を押し返せない、ってところに力の差を感じるわね。そう。各戦線で両軍の命運が分かれつつある最大の原因が、おそらく砲兵戦における両軍の戦闘力の差に起因していることは、間違いなさそうだ。8月31日にウクライナ軍参謀本部、砲兵システム総局のセルヒー・バラノウ准将は、大砲兵戦能力に関して、ロシア軍と同等の水準に達したと述べている。この発言は、各地での戦況を裏付ける内容と言えるだろうぜ。にしても、かつては1対10とか言われていた砲兵戦力が、なんでここまで差がついているのかしら。性能とかの違いはあるんだろうけど、圧倒的な量こそロシア軍の持ち味だったのに、もうその量というアドバンテージすら、ロシア軍は活かせなくなってるというの。バラノウ准将が語るところによれば、ウクライナ軍が砲兵戦でロシア軍に逆転しつつあるという要因は、西側諸国から供与された、高性能な火砲システムにあるのだという。以前、西側諸国の自走榴弾砲まとめみたいな形で動画を上げていたけど、火砲システムってことはおおよそ榴弾砲のことよね。ドイツだったらパンツァーハウビッツェ2000とか、フランスだったらカエサルとかだったかしら。そうだな。これら西側諸国から供与された自走榴弾砲は、現在ロシア軍が運用している榴弾砲と比べれば、精密射撃や展開速度の点で、大きく突き放している。
特にこれら西側諸国の榴弾砲は、射程30から40キロメートルの間で正確無比な砲撃を行えるため、射程と正確さで負けるロシア軍の砲兵部隊は、どうしても最前線に配置することができず、ロシア軍の砲兵部隊がまともに機能しなくなっている、という状況に陥っている。特に南部戦線のベリカノボシルカ軸のウロジャイン近郊とか、オレホボトクマク軸ではベルボベ近郊とか、この辺りではウクライナ軍の砲兵部隊に寄与される形で、ロシア軍の砲兵部隊が後方に下がっているため、ロシア軍は最前線に簡単に砲撃支援を行うことができなくなっており、ウクライナ軍の歩兵部隊が今までと比べると、比較的容易に動けるようになっているとのことだ。なるほど、砲兵部隊がそもそもいなくなってるから、工作部隊とか偵察部隊が動きやすくなって、それが地雷原の撤去のスピード増加につながった可能性もありそうね。バフムートの方面でも、対砲兵レーダーが破壊されてしまったために砲兵戦力を消失し、もうどうしようもないから機甲部隊を突撃させるとか、狂気の行動を行っていたなんて話もあったし、ウクライナ国防省が8月21日にも公開していた、この映像の話だな。確かにこの映像こそ、両軍の砲兵戦力に決定的な差が生じていることを証明しているものと言えるだろう。この戦車部隊はロシア軍が対砲兵レーダーを失い、砲兵戦での戦いで勝利できなくなったため、無理やり機甲部隊を突進させて賭けに出た、という感じの動きだった。で、その機甲部隊の最後がこんな感じだ。ボコボコにされちゃいましたよね。やっぱりウクライナ軍の砲兵部隊を前に、真正面から突っ込むなんて無謀だったんや。また、ウロジャイン近郊ではロシア軍の指揮官のコメントも非常に興味深い。ロシアのボストーク大隊の指揮官として、最前線を指揮しているホダコフスキー司令官は、ウロジャイン近郊でウクライナ軍の絶え間ない砲撃と、ロシア軍の反撃能力不足により、ロシア軍はこの地域で極度の肉体的、精神的ストレスにさらされているとコメントしている。彼は以前も、もうこの戦争で勝利することはない作戦は中止されるべきだなんて語っていたが、最近のテレグラムチャンネルへの投稿は、今まで以上に悲観的になっているように見える。もちろんこれは、彼の部隊に関する状況であって、戦闘が発生している地域全体を指し示すコメントではないことは考慮しなければならないが、少なくとも彼が置かれている状況は、ここ一週間でまた悪化する方向に動いているようだな。彼のコメントもまた、砲兵戦で負けていることを証明するかのような内容ですもんね。各地の戦況だけ聞いていると、ウクライナ軍の準将の砲兵戦で均衡に達したってコメントは、かなり謙虚というか慎重な発言にも見えますけどね。それはロシア軍もロシア軍で、この砲兵戦の敗北の状況を打開するために手を打ち始めているし、ウクライナ軍はその対策をさらに対策すべく、次の手を打ち始めているからな。次はこの砲兵戦における勝敗の影響について、今後の展開を見ていこう。砲兵戦ではウクライナ軍が各地で圧倒的な力を見せ始めてはいるものの、ウクライナ軍の砲兵にも、決して何の被害も生じていないわけではない。例えば8月27日に公開されたこの映像、これは茂みの中に隠れているウクライナ軍のカエサル自走榴弾砲の映像で、動画の後方になると一気にこのカメラが近づき、最後には炎上したカエサルの様子が映っている。これで破壊されたカエサルの数は2つ目だ。なんと、これはまた悲しい情報ね。カエサルって確か、自走榴弾砲の中でも特に優秀な評価をされていなかったっけ？戦車式じゃなく、いわゆる普通のトラック式の車体であるがゆえ、防御力は微妙でも移動がかなりスムーズで、しかも砲撃の展開から撤退とか、一連の流れも早いから、ロシア軍の砲撃を受ける前に逃げられる。だからウクライナ兵にはめっちゃ人気な兵器。って感じだった気がするけど、でもそうか、この映像の感じ、これおそらくカエサルを攻撃したの、榴弾砲じゃなくてドローンなのか、このカエサルへの攻撃は、ロシア軍の自爆ドローンによって行われたものであり、自爆攻撃を行ったこの機体の名称は、ロシア国産のランセットというドローンだ。ランセットは開戦直後からウクライナの戦場を飛び交い、何度もその姿が確認されている兵器で、偵察も可能だし自爆攻撃も可能という、まあよく伝え聞く自爆ドローンだ。ただ、最近はこの自爆ドローンであれば、ウクライナ軍の自走榴弾砲を破壊することができるということで、爆薬を多めに搭載して攻撃力を増したタイプが戦場で広く活用されており、生産数を大幅に増やしているという話がある。このようなドローンによる攻撃は、榴弾砲の砲撃と比べれば威力は低いため、ロシア軍の榴弾砲は全壊することが多いのに対し、ウクライナ軍の兵器は全壊を免れることが多い。なので後で回収して修理とかはできはするものの、それでも反壊したら攻撃力を失うので、今のウクライナ軍を悩ませているロシア軍の兵器の一つではあるんだよな。なるほど。的も小さいから、見つけたところで榴弾砲で迎撃することもできないでしょうし、
この場合は、対空砲とかが必要になるんでしょうかね。骨董兵器だったのに、ウクライナ戦争で一気に日の目を浴びることになったゲパルトとかかしら。ゲパルトは確かに追加供与が望まれている兵器ではあるな。ドイツのラインメタル社はすでにゲパルト用の工場の開発にかかっており、詳細は定かではないが、計画通りに進んでいればおそらく生産体制も整っているはずだ。ウクライナはすでに50両のゲパルトを受け取っているが、ドイツはさらに2023年末までに、50両ほど、このゲパルトを供与する動きのようだ。ゲパルトであれば、対ドローン兵器としては抜群の性能を発揮するだろうな。あとはウクライナ軍が対策しているのが、大量のデコイの生産だ。こちらの映像、ロシア軍のドローンがウクライナ軍の防空アイリス T に自爆突撃を仕掛けている様子だが、実はこの破壊されているアイリス T、破壊されたタイミングの破損状況を見てみるとよくわかるんだが、木製のデコイだったことが判明したぜ。デコイ。これはドローンの映像では正確にはわかんない作りになってますね。木製の偽物を作って、ロシア軍の自爆ドローンを消費させようって話なのね。そうだな。ただし技術の発展でカメラの性能も格段に上がっているため、これらのデコイがデコイとバレてしまえば元も子もない。故に最近はウクライナ軍もデコイの生産に、かなり力を入れているようで、こんな感じで榴弾砲のデコイを精密に生産しているようだな。え？写真だと全然本物にしか見えなくて衝撃。めちゃくちゃ精巧に作ってるのねー。これはこれで労力結構かかりそう。あとはこういう網かごだな。ドローンは安価で大量に生産できるという利点があまりにも大きく、今後も大いに活用されていくことは間違いないんだろうが、致命的な弱点として、こういう網かごに衝突するとうまく反応せずに爆発しなくなるという、弱点も有していることが判明しており、ロシア軍もウクライナ軍もともに、あらゆる重兵器にこのような防護用ネットをかぶせ始めているぜ。まあ見栄えは良くないけど、見た目とか気にしてる場合じゃないですしね。こんな感じの網かごで、ドローン攻撃を防げるものってのがまた意外。ウクライナ軍もこのネットを正しく使えば、ドローン攻撃からの防御率が格段に向上すると報告している。9月1日には、このようなドローン攻撃から身を守るための網かごの量産を進めることを、ウクライナ国内企業も発表しているので、もしかしたら今後、戦車やら装甲車、榴弾砲やら、陸上の重兵器の必須装備となっていく可能性があるぜ。なるほど。砲兵戦の勝敗以降も、両軍ともさらに対応策も進めている状況ではあるのね。まだこの戦争も、すぐには終わりそうにないわね。現在のザポリージャ州の最前線を抜け、ロシア軍の第二防御線を突破し、トクマクを射程圏内に収めて砲撃で兵站を破壊、その後トクマクの奪還作戦を展開して、そこからさらにメリトポリとかベルジャンシクとか、あるいはマリウポリとかかな。まだ攻略対象はいくつもあるしな。ロシア軍の戦力を減らしつつ、着実に一つずつ奪還していくしかなさそうだ。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。